はい、こんにちは、立花博物館です。今日はこちら、ゲームする時は画面に近づきすぎると大変です。ウルトラマンフュージョンファイト第6弾、先ほど手に入れたツインテール、こちらを使ってやっていきたいと思います。遊び方モードを選んで、カード出口からカードが出る、何が出るかね、カードの取り忘れに注意してね。続けてカードを手に入れるにはコインを入れてね。カード出口からカードが出てくるよ。ウルティメイトゼロ、続けてカードを手に入れる、これやっぱ2点が入れてね。カード出口からカードが出てくる。おー、来た、セブン、アザス、カードを突き出してね。アイスラッカー状態のセブンでした。それではツインテール、どうしよう、相方はどうしよう。カードがない場合はボタンを押してスキップしてね。ジャックソン、ジャックさんにお願いします。オーブクリスタルがついているカードをセットして、オーブクリスタルがついているカード、いい具合にキモいですね。顔がすごいリアル。キャラクターミッション、スキャンしたカードで相手が変わるぞ。うわ、どうしよう。あ、エイティ先生、え、いけるかな。無理だよね、レベル1だもんね。だってめっちゃやりたいけどね。やっちゃえ。強力な敵が出現しました。相手欲しい。君の攻撃だ。見えてない、見えてない。顔が映ってないよ。あ、やっぱ無理だな。ライフの減りが。パンチってそこなんだね。あ、光線じゃなくて転がりね。ものすごい連続攻撃だ。で、キックはどうなのかな。ものすごい連続攻撃だ。きた。あ、顔ね。あ、まあ足。ものすごい連続攻撃だ。なかなか面白いですね、これはね。ものすごい連続攻撃だ。ものすごい連続攻撃だ。お、来た。左から順番にボタンを押そう。パンチパンチ、器用だな。全然効かないね。ボタンを同時押ししてサポート、サポート、あー、必殺たまらない。もったいないですね。タイミングよくボタンを押して、くる、攻撃が過ぎるか。うわ、771、めっちゃ食らってるやん。タイミングよくボタンを押して攻撃が過ぎるか。スタート。早い、めちゃくちゃ早かった今。やばいでしょ、もうライフ1でしょ、ほらね。大丈夫か、必殺技ゲージが溜まった。相手に大ダメージを与えるチャンス。画面見切れちゃってるからね。君の攻撃だ。ものすごい連続、やっぱエイティ先生は強いですね。ものすごい連続攻撃だ。負け試合です。ボタンを通してサポートを発動。ここで必殺技だ。ボタンを連打してパワーを貯めるんだ。
パンチと一緒やん。相手に大ダメージを与えたぞ。相手の攻撃が来るぞ。はい、ということで終わりましょう。スタート。惜しい。タイミングが合わない。タイミングは合ってるんだけども。うわー、めっちゃ悲しそう。いや、顔を写してあげて、顔を写してあげて。 C ランク獲得、次も頑張ろう。おお、レベル上がった。喜んでる、喜んでる。新しいミッションが解放されました。いや、こいつはなかなか面白かったですね。ついているカードは動かさないでね。セーブ完了。はい、データセーブ中。オーブクリスタルがついているカードは動かさないでね。セーブ完了。はい、それではまた明日。